12戦目の世界タイトルマッチを迎えました東京後楽園、後楽園ホールのリングに今ソラノが向かっております。1492年、コロンブスが発見いたしましたカリブ海に浮かぶ島イスパニオーラ、その3分の2を占めるドミニカ共和国からやってきましたカリブの黒いハリケーン、 WBC6 位フリオソトソラノ。これまでこのドミニカ共和国というのは5人の世界チャンピオンを生んでおります。去年の5月に WBC 10位に顔を出してから徐々にランキングを上げまして、現在 WBC 6位にランクされております。コロンブスがこよなく愛した国から史上6人目の世界チャンピオン誕生なりますでしょうか。初挑戦、フリオソト・ソラノであります。続きまして、赤コーナー側よりチャンピオン渡辺選手、リングに入場でございます。おなじみになりましたテーマ曲に乗りまして、赤コーナー側からチャンピオンの入場でございます。大阪生まれの大阪育ち、なにわのチャンピオン渡辺二郎、3年前パナマのペドロサから奪った WBA タイトルを防衛すること6度、そして去年7月 WBC との統一世界戦でタイのパヤオ・プンサラットを破って統一チャンピオンに輝いた渡辺、今その V2 を目指します。では世界戦通算10連勝を目指す渡辺に今井さん聞いてください。はい、渡辺さん、いよいよゴングですけれども、今の気持ちを。もうやるだけですね。ノックアウト宣言は、やっぱり自分からチャンスを作っていきます。待ってください。コンディションさえ良ければ今の自分に負ける要素は見当たらないと、自分流のボクシングに磨きをかけて自信を深めておりますチャンピオン、2度目の防衛、そして世界戦10連勝はナックアウトで飾ることができるでしょうか。元世界チャンピオンの白井義雄さん、ガッツ石松さん、そして具志堅陽光さん、さらには世界チャンピオンへの最短距離に立っております KO キング、15連続 KO 勝利の日本記録保持者浜田剛選手、こういった選手が両コーナーで激励を行いました。さあ試合開始のゴングが数分後に迫っております。すでに保坂誠コミッショナーによりますコミッショナー宣言が終わっております。今両選手のグローブが取り付けられておりますが、今日は日本製6オンスのグローブです。ここでルールを簡単にご説明しておきますと、 WBC のタイトルマッチは12回戦、採点は10点砲、そしてフリーノックダウンシステム、これは何度ダウンをいたしましてもダメージがないとレフェリーが判断した場合には試合はそのまま続行されることになります。フリーノックダウンシステムで今日の12回戦が争われます。チャンピオンの渡辺は、前回熊本でのパヤオとの初防衛戦、この時にも最高の仕上がりを示したんですが、今回はそれにも増してさらに上回るコンディションに仕上がったという、向こう側メガネの吉井会長が話しておりました。今回は食べながら落とした、食べてウエイトが増えたところでまた練習をきつめにやって、減量をしたという、これまでと違った新しいパターンの減量法に成功いたしまして、今日のウエイトもピタリと収まっております。それではここで両国国家の吹奏でございます。大変にご恐縮ではございますが、ご起立の上正面の国旗の方にお向かいください。
どうもありがとうございました。スペイン、フランス、ハイチの統治を経て1844年に独立を達成したドミニカ共和国。今日のこの試合の立ち会い人スーパーバイザーは WBC の代表、香港のアントニオ・マルチネスさんです。さあ、両選手の紹介です。ただいまより本日のメインイベント、 WBC 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー、世界ジュニアバンタム級チャンピオン、115パウンド、大阪帝拳所属、渡辺二郎。デビューして6年、今日が25戦目です。日本でただ一つの世界タイトルを守り抜くことができるでしょうか。挑戦者、世界ジュニアバンタム級6位、115パウンド、ドミニカ、ジュリオ・ソト・ソラノ。チャンピオン渡辺の倍近い45戦のキャリアを誇る挑戦者です。ジャッジ、ラリー・ナダヤン。ジャッジはラリー・ナダヤンさん、フィリピン2度目の来日です。ビンス・デルガド、アメリカ初来日です。デビッド・ジョン・ジェフリー。そしてデビッド・ギルホーリー、香港から初来日です。レフェリーがベイビー・パールさん、アメリカのラスベガスからやってまいりました。4度目の来日、これが35回目のレフェリングになりますが、これまでに印象的な試合といいますと、アリ対スピンクス、それからレナード対ハーンズの、統一戦のレフェリーも務めているベテランレフェリーであります。原田さん、はい、この時にぐっと闘志が盛り上がるということをよく言いますね。そうですね、やはり両選手はこの時じゃないですか、はい、これからゴング待ってゴングのね、僕はこの挑戦者どう出ていくかとちょっと興味津々なんですね。第1ラウンド立ち上がり、はい、さあ注目の第1ラウンドが始まりました。右に白いトランクス、赤いベルトライン、サイドストライク、チャンピオンの渡辺二郎、今日が25戦目。一方赤いトランクス、左に回ります、黄色いサイドストライプ、黄色いベルトラインが入っております。挑戦者フリオ・ソト・ソラノ、 WBC の6位であります。お互いに第1ラウンドどういうボクシングをするのか、特に、チャンピオンの渡辺の場合にはいろいろと考えてみたけれども、チーンとなった最初のゴングが鳴ってから、まず相手のパンチ力あるいは動きといったものを十分に肌で感じた上で作戦を立てたいということを言っております。第1ラウンド、お互いにオープニングリードパンチを放ちます。右側の挑戦者のフリオ・ソト・ソラノ、去年の3月に渡辺が WBA のタイトル V6、6度目の防衛を果たした時の相手パナマのチャベスを、その後5ヶ月後でありますが、去年の8月に、パナマで4回ナックアウトで下しております。右側の今背中を見せております挑戦者、まあ、そういったことで、挑戦者コーナーのトーレスマネージャーは、渡辺が15回かかって、倒した相手を4回で倒したんだから、それだけで強さの差が分かるだろうということを言っておりますが、第1ラウンド静かなスタートです。原田さん、はい、このあたりはまず相手をよく知ろうという渡辺の動きですかね。そうですね、余裕がありますね、はい、やっぱりソラノはですね、うん、非常にやっぱり挑戦者じゃなく先手を取ってますね、はいはい、右のボディーブロー、これは外しております渡辺。ああいう風にボテ狙ってですね、はい、いきなりまた右に顎へ来る、うん、これはちょっと怖いんですよね、はい、小林さん、はい、公開練習でもいきなり右のフックを大きく振ってくるのが大変印象的だったですね、挑戦者。そうですね、実はね、その右のストレートでね、はい、渡辺君が苦戦してね、まあ、15回に倒したんですけどもね、はい、チャベスを4-7に倒したの右のね、フックなんですね、はい、ですからやっぱり右の今のですね、ちょっとこれを気をつけなきゃいけないですね、渡辺君は、はい。まあ、吉井会長、そして、チャンピオンの渡辺ともに、あの大きな右はモーションが大きいんで打ってくる前に分かるんだ、だから大丈夫ですということを言っておりますが、しかし原田さん、意外に大丈夫だと思いながら食ってしまうパンチもあるそうですね、はい、だから、そのいいですね、今ソラノはですね、はい、棒でよく狙ってますよね。あれ当たらなくと狙えるとね、非常にガードが下がるんですよ。そこいきなり右に来られると困るんですよね。ボディへのパンチはステパンチということ、ね、そういうことですね、はい、狙いですからね、はい、でガード下げたところに右を行く、はい、これがやっぱり手じゃないかと思いますけどね。第1ラウンド渡辺はほとんど手を出しません。
さあ残り30秒を切ったという大きな声が赤コーナーから飛んでおりますが、この辺りからエンジンがかかるか。チャンピオンの渡辺、第1ラウンドは静かなスタートであります。 WBC の世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、左のボディストレート、チャンピオンです。右のフックから左、一発右のストレートを伸ばしてまいりました挑戦者。ここで第1ラウンドが終了いたしました。このラウンドは静かなスタート、お互いに相手を探りました。10対10の互角で、右側がチャンピオン、24戦して23勝16の KO 勝ちは KO 率 70%、 左側のソラノは38勝 21KO、 KO 率では渡辺を下回ります 55% の KO 率です。試合は第2ラウンドに入ります。原田さん、はい、第1ラウンド静かなスタートをご覧になって、はい、両選手のその硬さとか力みというのはどうでしょうか。そうですね、それほどないんじゃないですか。強いて言えば渡辺君の方が、まあこれいつもの出だしですけどね、はい、両方いいスタートだと思いますよ。そうですか。ただやっぱりこのですね、ソラノ選手ガード硬いですからね、一発じゃやっぱりこのガード崩せませんから、やはりコンビネーションですね、はい、ワンツースリーと打ったらいいんじゃないですかね。持ち前のコンビネーションをやはり出さないと、ということになりますね。そういうことですね、小林さん、はい、対しましてソラノですけれどもね、はい、第1ラウンドをご覧になって意外に左のリードパンチを出してきますね、うん、それとですね、足を使うんですね。おっと今の右が怖いですね、はい、公開練習ではね全く足を使わなかったんですよ。そうでした、はい、それでね記者とかね、ライターの皆さんがね親と思ったんでしょうけれどもね、やっぱり実際はこういったボクシングをするんですね。ということはボクサーファイターというタイプに属しますか。それとね、簡単も打つんですね。打ち合いくれば打ち合いますしね。はい、まあ、赤コーナーチャンピオンコーナーの足立トレーナーがねこんなことを言っていたんですが、挑戦者のソラノというのはとにかく休ませてくれる距離がないというんですね。離れてもよし、そして接近してもいい、非常に難しい相手だなということを言っておりまして、チャンピオンも決してやりやすい相手ではないと自分の気持ちを引き締めておりました。 WBC6 位のソラノを相手にいたしますチャンピオン渡辺、渡辺の左のボディストレート、リーチさてそうはないんですが、やっぱりすごくなんかこう伸びるパンチですね。あ、そうですか、ソラノ選手の、はい、はい、それとちょっとね、チャンピオンはね、懐が深いというか、ね、ガードがいいんでね、なかなかそう打ち崩すところができないですね。やはりチャンピオン右をね、うまくリードを使った方がいいんじゃないかと思うんですよね。右へ前ながらね、はい、挑戦者の懐が深い、そうですね、ということですね。それとね、まっすぐ下がっちゃいけないですね、はい、それはチャンピオン、はい、はい、だからこういう選手はやっぱり渡辺君も先ほど言ったように、はい、一発じゃダメですね。あ、そうですか、でも渡辺君のこういうふうに右が出てる時っていうのは調子いいんじゃないですかね、はい、うん、これまで9連勝しているこの世界タイトルマッチでありますが、常にその右のショートフックがフィニッシュへの導入役になってるんですね、チャンピオンはね。そうですね、そういえば左は世界を制すと言いながらリングに上がっていったのが永遠のチャンピオン、うん、大場正雄選手でありますが、原田さん、はい、そうなるとサウスポーの場合には右が世界を制すと言っても決していい意味ではない、そうですね、やっぱりサウスポーだからと言いましてですね、はい、やはり右を使わなきゃいけないですね、はい、チャンピオン右から左です。白いトランクスがチャンピオン、赤いトランクスが挑戦者。残り30秒になりますと大きな声が赤コーナーから飛びます。それを何かこう合図にしたようにチャンピオンの動きが急に大きく、そして激しくなります。チャンピオンは左でがっちりと顎をガード、一方挑戦者は右でガードしております。お互いに正面に立つ位置の方のアームブロック、これはなかなかまだ硬いようです。第2ラウンドが終了いたしました。このラウンド、お、原田さんは10対9と渡辺につけました。小林さんは10対10のイーブンで、から第3ラウンドを迎えます。東京水道橋後楽園ホールのリングであります。 WBC 世界ジュニアバンタム級のタイトルマッチ、ラウンド3、これが現在日本記録の連続 KO 記録15という記録を持っております、日本ライト級のチャンピオンの浜田剛選手、まあ渡辺選手とは一緒にキャンプなどを張りまして、お互いにボクシング談義に花を咲かせた間柄でありますが、さあこれまで第1ラウンド第2ラウンド比較的静かなスタートでありましたが、原田さんは10対9と第2ラウンド渡辺にリードをワンポイント与えましたね。渡辺君のですね、はい、ボディのストレートね、顎へのストレートですか、はい、これがゴング間際に当たってましたので、あ、そうですか、はい、取りました、はい、さてそのあたり、チャンピオンサイドはどういうふうに読んでいるんでしょうか、今井アナウンサー、
赤コーナーです、はい、スピードそれからリズムとこの2つを渡辺にアドバイスしましたセコンド陣ですがね、相手は大体予想通りとで渡辺のスタートも大体予定通りだと、こういうことですね。あ、そうですか。全く狂いはないということになりますね。一方の青コーナー山下さんどうですか。セコンド陣は、とにかく動いて早めに手を出していけと。そして単発ではなくてワンツーフォローがない、そして渡辺のボディーブローボディーを狙っていけとこういう指示が飛んでます。渡辺のボディを狙っていけ渡辺のボディを狙っていけということはお互いにボディを狙っているような感じの滑り出しということになりますが今のこの右のストレートです。それ結局ねあの、チャンピオンの足を止めるつもりでいるんでしょうけどもね あの右のストレートでね、ボディーブローですね、先ほど、原田さんどうぞ。いやソロのですね、あのボディのストレートっていうのはね非常にあのサスペンスって嫌なんですよね。あそうですか、あのボディはね、で鬼に返されますからね、それは打ちやすいということもあるわけですか。ボディには、一応当たりやすいですね。サウスポート右が高かった場合ですね。そうです。ということは渡辺にも左のストレートが当たりやすいという、そういうことですね、早い方でもサウスポーはね、右の人の方のがやりいいですね。あそうですか、まあ、その得意ですけどね、その持ち味ありますけどね、でもあのボディは非常に嫌だと思いますよ。ソラナが左のアッパーを見せます。それと小林さん、このラウンドあの大きく振ってくる右がですね、チャンピオンの顎にちょっと当たってるような、ね、感じがしますね。それとさっきちょっとねあのインサイドから抜きのアッパーなんかね、怖いですね。あれはこれは渡辺あるいは手強いぞという印象を持ち始めていましたね。渡辺蹴ったですよ、まぶたの上ですね、左のまぶたの上、前回前々回の火曜戦では全くカットをいたしませんでしたが渡辺の左のまぶた眉との間でしょうか、横に一線筋が入っております。パンチでしょうかね、それともバッティングですか。ちょっとバッティングじゃないかなと思うんですけどね。そうですか、この12回戦制になった WBC のタイトルマッチになってチャンピオンはやはり、長丁場ではない3ラウンド少ないということもありまして、第3ラウンド第4ラウンドあたりではやはりポイントを取っておかなければいけないラウンドであるというふうに作戦も立っておりますが、このラウンド左の目の上を切りましたチャンピオンの渡辺、左のストレート、左のアッパーを返します挑戦者。ここで第3ラウンドが終了いたしました。このラウンドは10対10原田さん、そして10対9逆にソラノがワンポイントリードを奪ったのが小林。ラウンドに左の目の上をカットいたしましたチャンピオンの渡辺、今吉井会長が上から押さえつけておりますが、これで血が止まるでしょうか。試合はこれから第4ラウンドに入ります。まだまだ長丁場が残っております。ラウンド4、赤コーナーから出てまいりましたチャンピオン小林さん、この前の第3ラウンドは挑戦者に10対9ワンポイントリード。そうですね、やはりあの手数とですね、今の右のストレートですね、こういうのは再三当たってましたからね、これですね、3に右を振ってきます。一発の、 あの渡辺君のパンチよりね、やはりあのソラノの手数ですか。そうですか、12ラウンドフルに戦うだけのスタミナとそして練習を積んできたという挑戦者のソラノ、しかしチャンスがあればどんどん倒しにかかりたいということを昨日の記者会見で話しておりました。一方のチャンピオンの渡辺、もちろんボクシングはノックアウトで、決着をつけることがお客さんのためにも非常にいいことでしょうけれど、しかし今回は決して倒しにかかるような無理をした試合はしたくない、あくまでも勝つことが第一条件ですということを昨日の記者会見で話しておりました。足田さん、赤コーナーですがね、傷口はそれほどひどくないということですね、でなんかニュートラルコーナーに詰められた時にちょっとバッティングで当たったようだと吉井会長はそう言ってます、試合は第4ラウンドに入っております。 WBC の世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、チャンピオンが大阪帝拳、日本で現在ただ一人のチャンピオン渡辺二郎、今日が25戦目、これまで24勝1敗、23勝1敗であります。23勝のうち 16KO、 KO 率 70% を誇ります。強打者、スピードがあります。右側チャンピオンの渡辺。足田さん、青コーナーです。セコンド陣はインファイトが相手が嫌いなようだから左に回って接近戦を挑めと、そしてアッパーフックを狙え、左のガードは絶対に下げるな、ということです。チャンピオンは接近戦があまり好きではないというふうに読みましたか。小林さん、その辺りチャンピオンはですね、練習でももちろんインファイト練習してましたけれども、そうですね、決して自分はインファイトは嫌いではないということをね、記者団には語っていたんですがね、やはりそういうふうに見えるんですかね。私は決してね、下手じゃないですよ、このソラノは。そうですね、
チャンピオンも接近戦は十分に望むところということを力強い発言をしておりますが、果たして接近戦になった時にはどちらに分があるんでしょうか。まだまだわからない挑戦者のソラノ。ちょっと渡辺君こう力が力んでるっていうかね、硬いっていうんですかね、ますか、ちょっと狙いすぎてますね。狙いすぎてそうですね、スムーズにパンチが出ればいいんですけどね、左のボディ大きく振ってくるのは外しました、チャンピオンの渡辺。残り30秒を切っております。第4ラウンド、今日この試合に勝てば世界戦10連勝を達成いたします。右側チャンピオンの渡辺二郎、一方初挑戦で6人目の世界チャンピオン、ドミニカ共和国の6人目の世界チャンピオンになることができるか、背中を見せている挑戦者のフリオソトソラノ。お互いに打ち合います。チャンピオンが出すとすぐに打ち返してまいります。挑戦者一歩も引きません。ここで第4ラウンドが終了いたしました。このラウンド原田さんは10対10のイーブン、そして小林さんも10対10のイーブン差が出、さて試合は第5ラウンドを迎えますが、左側挑戦者のフリオソトソラノ、ドミニカ共和国の首都サントドミンゴで生まれております。ドミニカ共和国といいますと面積が 48,700 平方キロメートル、これは日本の九州を一回り大きくした感じ。そして人口が600万人の国であります。1492年にコロンブスによって発見されたイスパニオーラ島の東側3分の2を占めておりますドミニカ共和国。そしてこのソラノが生まれましたサントドミンゴという町は1496年に新大陸の中で初めて作られました都市、現在でも古い遺跡が残されております。そのサントドミンゴからやってまいりました。しかし1年2ヶ月ほど前にニューヨークのボクシングクラブに移籍をいたしまして、そこでめきめきと力をつけてまいりまして、この挑戦権を獲得いたしました。左側挑戦者のフリオソトソラノであります。おー、いいところですね。チャンピオンこの後の、ね、右の返しね、はい、後ろに下がっちゃったら危ないですね。チャンピオンはね、やはりチャンピオンとしては右から入って左、そして得意の右のフック ね、 ですね、これを返したいでしょうね。それで、ね、やはりねステップインしなきゃいけないことですね、はい、打って下がっちゃうと怖いですよ。ということは左のボディーブロ ー、 あー、右のボディーブローが来ました。挑戦者思い切ってステップインできないというのはチャンピオン警戒をしてるんでしょうかね。小林さん、非常に、ね、柔らかいんですね、挑戦者がですね、はい、ですからね非常に入りづらいんじゃないかなと思うんですよね。ですから右のもっとリードボディブロー、右のリードブレーをね、はい、使いながらコンビネーションですね。返した左、これが顎を捉えます。ちょっとボディブローで気を許しましたか。チャンピオンの渡辺、今度は右から左、前回のパヤオプンタラットとの WBC の初防衛戦ではこの第5ラウンドに右のショートフックでパヤオからダウンを奪っておりますチャンピオンの渡辺二郎。その時の試合は11回テクニカルナックアウトで、チャンピオン初防衛に成功した試合でした。原田さん、はい、先ほどチャンピオンちょっと硬さがあるなというお話ありましたけれどもね、コンディション的にはどうなんでしょうか。コンディション的にはやっぱりいいんじゃないですか。コンディション的には全く心配はない、はい、いいですよ、はい、そう思います。はい、あまり良すぎて力が入っているのかも分かりませんけど、あ、そうですか。でもやっぱりここはですね、相手に打たしているような感じも受けますね。見ててね、相手を疲れさせようという作戦ですか。それでいいとこばっかり打ってますからね、よく見てますよ。そうですか、はい、ただあんまり打たせてですね、ソラノにその気にさしますと怖いですからね。そうですね、そのあたりもチャンピオン、とにかく45戦というキャリアがある選手だから、調子の波に向こうが乗ってしまうと手がつけられなくなると、そのあたりは十分に警戒しているようですね。そうですね、もう世界タイトルも経験豊富ですからね、その点やっぱりよく考えて頭使ってますからね。そうですか、世界タイトルはこれが11戦目になります。チャンピオンの渡辺二郎、最初の挑戦は WBC の金茶郎に、プロボクシングデビュー11戦目で挑戦をしておりますが、その時には判定で敗れました。しかし16戦目に見事ラファエル・ペドロサを去年の、3年前の4月に15回判定で破りまして、 WBA の王座につき6度の防衛を果たし、そして WBC のとの統一戦にも勝ちまして、現在 WBC チャンピオン、今日が2度目の防衛戦であります。ボディーブローです。右からボディ、ナイスボディですね。速いパンチでした。チャンピオンの速いパンチで右からボディを捉えました。10対9と原田さん、お、ここでもちょっと見解が分かれました。小林さんは10対10のイーブンであります。第5ラウンドを終了した、ラウンド終了間際に見せましたチャンピオンの攻撃です。別角度からご覧いただいております。ボディーブローが当たっていましたが、原田さんはこの辺りを取って10対9ですか、はい、そうですね、前半ちょっと取られたかなと思いましたけどね、はい、さほどでもないので、最後の渡辺の追い込みですね、また、はいはい、試合はこれから第6ラウンド、
現在のところでも放送席の採点はそれほど大きな差が出ておりません。現在のところはこれといった打ち合いもありません。試合の決着、これは終盤にもつれ込みそうであります。まあ、そういった意味で原田さん、はい、チャンピオンはですね、十分に練習も積んできた、65ラウンドのスパーリングをしてきた、そして世界戦も今日が11度目ということで、スタミナの配分という点では心配ないでしょうね。はい、そういうのはもう手が一品ですね。やはりよく頭がいいですからね、はい、そういう面ではね、非常に考えてやってますよ。はい、これなんのいいですね、あのチャンピオンの右がね、はい、右のストレートが非常にいいですね。ようやくチャンピオンの右のリードが生きてきたという感じですか。はい、そういうことですね。こういった右の使い方よく聞きますね。右から追い込みます。しかし挑戦者のソラノはこの自らロープに下がってカウンターを狙うという戦術も持っております。ガードの上から叩きます。体を入れ替えました挑戦者。荒っぽいファイトだ。右のアッパーを突き上げた。ダビッドパンチの注意が与えられました。今日のレフェリーがデイビー・パールさん、4度目の来日です。これが35回目のレフェリング。小林さん、はい、ちょっと気になるのはチャンピオン、前回の早押戦の時のようなね、はい、鋭さといいましょうか、スピードにちょっと欠けるような気がするんですが、そのあたりはどうでしょうか。そうですね、ちょっとね、あのセラノの方がね、ちょっとスピードがありますね。ソラノの方がある、パンチのスピードとかね。あ、そうですか。原田さんはどう見ますか。あのね、無駄打ちをしないでね、やっぱり肝心なところはピッピッと打っていますからね。それは早い。僕はそれもないと思いますね。あ、そうですか。はいはい、あの無駄な打ちをしない。あ、次のストレート大きく抜け取りました。チャンピオン原田さんはそれほどスピードの差は見られないと、こういう風に見ております。試合は第6ラウンド中盤です。じりじりと追い込みます。挑戦者のソラノ、チャンピオンが左に回ります。右のストレート、挑戦者の右のストレートです。ボデブロがいいですね。3ラウンドに左の目の上をカットしておりますが、その後血は止まっております。がっちりとこの2本のアームブロックをいたします。挑戦者、それをなんとか打ち崩そうというチャンピオン。チャンピオンの右、原田さん、はい、挑戦者の足が止まりましたね。そうですね、やはりあのボデっていうかね、結構打ち合ってますね、一緒に、ね、はい、ボデをあのボデ効いてきたんじゃないですかね。うん、そうですか。だから僕もう少しですね、はい、渡辺君 の左アッパーですか、左アッパーより左ストレートもいいですね。これですね、はいはい、これでボディを狙いたい。そうですね、そうしますともっと右側が生きてきますからね。はい、さあ今の左でちょっとグラッときました。挑戦者のソラノ、ソラノ右の返します。ここで第6ラウンドを終了いたしました。ちょうど前半を終了したところでありますが、10対10のイーブンであります。初めてウエイトコントロールの方法を変えました。試合の直前までしゃぶしゃぶの肉をだいたい 200g から 250g 取りまして、そして翌日またジムワークで大いに動いて汗を取った、そういう、まあ、現状法の転換を図りました。チャンピオン、それだけにコンディションは非常にいいということを試合前に言っておりました。まあ、その際に使ったのが酸素吸入作戦でありまして、激しい練習の終わった後、汗取りをするために布団をかぶりますが、その中に、酸素発生装置のにつなぎました吸入器を加えまして、そして疲れを一緒に取るという方法を取りました。これがなかなかよく効いていたということであります。まあ、疲労回復にはこの酸素というのは非常に役に立つというふうに言われています。それを実行したチャンピオン、ここまでのところでは放送席の原田さんはわずかに渡辺、そして小林さんはわずかにストラムという、採点が出ておりますが、まだまだ試合は分かりません。ちょうど前半終わりまして、試合は第7ラウンドに入っております。南紀さん、はい、青コーナーのセコンドから空野に対して、もっと体を動かして前に出て、パンチを出せ、何を怖がってんだと、こういった叱咤激励の声が飛んでます。やはり終始原田さん、はい、挑戦者コーナーとしては接近戦を挑めという作戦のようですね。そうですね、やはり接近戦で持っていった方がですね、やはり挑戦者としてはいいんじゃないかと思いますね。まあ、体を預けての強打、左右のフック、これは相当効くようですね。そうですね、でもやっぱりチャンピオンもなかなかね、入れさせないですよ。あ、そうですか。右フックね、はい、左アッパー、これが入りますから、浮かずに入りますとね、やはりダメですね。あ、そうですか。それが本人やっぱりそうで入れないと思いますよ。なるほどね、実際にやっている挑戦者にとっては非常にやりにくい相手ということになりますね。そうですね、これがチャンピオンであります。ただ思い切って逆にね、チャンピオンを入っちゃった方がいいんじゃないかなと思うんですよね。チャンピオンは踏み込んで、逆に入っちゃった方がいいんじゃないかなと思うんですよ。
チャンピオンの渡辺はこの試合に備えまして、特に日本フライ級の現在チャンピオンであります定権ジムの穂積周一、あるいは前ジュニアバンタム級チャンピオンの、渡辺睦夫選手と、スパーリングを行っておりますが、その両者が幾度音に言っておりましたのが、左のボディーブローが強い、そして右のショートフックが全く見えないということを言っております。非常に出入りの速いボクシングに翻弄されましたということを、パートナーが言っておりましたが、チャンピオンの渡辺はそのパートナーのためにも今日の試合は絶対に落とせないんだという感謝の気持ちを語っておりました。第7ラウンドも2分20秒になりました。ちょっと渡辺君のボディ打ちが少ないですね。もっとボディを打ちたいですか。そうですね、僕はね、これでガスでソロの回転でしょ、はい、やはりね、計量終わってからのね、水分随分取ってますからね、はい、だからそれ狙いたいですね。計量がすぐ終わって氷入りのコーラを2杯飲んで、その後食事の時にジュースを3杯飲んでますからね、挑戦者は、ね、はい、まあ、人によりきりですけどね、はい、でもやっぱりボディ打ちたいですね。右のボディブローの身を返した。さあ得意の右のフックの攻撃だ。チャンピオン残り試合時間このラウンド5秒、打ち返した挑戦者。ちょっと足がボディがきついね、ボディがいいんじゃないですかね、ボディの攻撃がね。ここで第7ラウンド終了のゴングを聞きました両選手。このラウンド原田さん10対9と渡辺、そして小林さんも10対9渡辺。チャンピオンの渡辺二郎、この前のラウンドに10対9と1ポイントのリードを奪いました。3ラウンドに左の目の上をカットしておりますが、大きな傷の開きはないようであります。吉井会長の胸にはこの後年内に3度目の防衛戦、そして4度目の防衛戦を予定しているということであります。チャンピオンにとりましては今日は負けられない一戦。なおこの試合の開始に先立ちまして WBC8 位の勝間和夫選手、現在日本のジュニアバンタム級のチャンピオンでありますが、その勝間和夫選手から渡辺選手に対しまして挑戦状が提出されております。おお、左連続クレーンです。さあ渡辺のボディアッパー、足を止めて打ち合うか。おっと、ローブローローブローですか。ローブローの注意が与えられました。挑戦者に対する注意。右のストレート、画前動きが激しくなりました。チャンピオンでもね、このソラノもやっぱり勇気ありますよね。やっぱりいいの当たっても打ち返してますから。そうですね、だから渡辺君入れないですよね、浮かずに入れませんね。この辺りがやはり45戦のキャリアと言いましょうか、小林さんね、はい、ただものではないんですね。確かにそうなんです。原田さんおっしゃったようにね、殴られて後ろに下がったら、ね、もっと危険なんですよね、はい、だから逆に打ち返すんですよね。ボディーブローです。体を大きく折り曲げました挑戦者。27歳でタイトルを獲得したチャンピオン。一方のソラノは27歳の時に初めて WBC の18位に顔を出しました。そして去年 WBC の10位にランクされてからぐんぐんとそのランキングがアップいたしまして、ようやく、待ちに待ったタイトル挑戦のチャンスを掴んでおります。両者ともにフットワークを使います。カウンターパンチを狙います。挑戦者下がります。これを外して右のストレートを放ちます。チャンピオンボディブローですね。プロファイですね、このボディブローは、はい、いきなり振ってくる右のボディブローです。挑戦者もうチャンプもね、もう少しね右、はい、ボディ下から攻めた方がいいんじゃないかと思うんですよ。あー、そうですか、ガードが非常にいいですからね、はい、ですから逆に顔の打つところの大きいね、今のストレートですね。やはり挑戦者これまでにダウンがないというのはそのディフェンスが非常にいいということなんですね、打たれ強いというよりもね。右のストレートです。これはバックステップして、パンチを殺しました。チャンピオン おー、ナイスボディブロー。これまで世界戦を9連勝を飾っておりますチャンピオンでありますが、その中で最も早い KO 勝ちというのはこの第8ラウンドに記録しております。去年の2月に行われました。これが年間最高試合になっておりますが、ペルーのイバネスを8ラウンド KO で破った、ちょうどこのラウンドに倒しておりますが、果たしてチャンピオン今日はどうでしょうか。これまで6つの KO 勝ちをその9連勝中の間に成し遂げておりますチャンピオンです。チャンピオン左上体をくねくねと曲げます。挑戦者のソラノ踏み込む。チャンピオン踏み込む。チャンスをつかむ。右ナッパーを返す。挑戦者右ナッパーを狙います。体を預けるチャンピオン打ち返します。挑戦者第8ラウンド終了いたしました。このラウンド10対9と原田さん、そして小林さんともに渡辺にワンポイントリードであります。始まって間もない時のチャンピオンの左のストレートをご覧いただきましょう。相手の右を外して左を打ちました。さあ残りが9、10、11、12と4ラウンドになりました。
原田さん、はい、ここまでタイトルマッチ3分の2終わりました、はい、ポイントの上では原田さんは渡辺のリードを与えてますね、はい、徐々にですねやはり渡辺君 の, 頭のボクシングができてきましたね。ヘッドワークがいい、そうですね、やはりね打たすところは打たしておいて、はい、で無理をしないでね、だから僕らと思うと一発だってどうしていかないのかなと思うんですけども、やはり自分は考えてやってるんでしょうね、ボクシングはね。あ、そうですか。小林さんはここまでどうご覧になりますか。はい、そうですね、今まで空のですね、はい、ディフェンスとかいきなり打ってくる右ストレート、それとアッパーですね、今打ったね、相手のストレートちょっとねチャンピオンが入りにくかったんじゃないかなと思うんですよね。ははは。それでチャンピオンもね、はい、その今足を使いながらね、なんとなくその渡辺君のペース、チャンピオンのペースになってたんじゃないかなと思うんですけれどもね、はい、そんな大差はないんじゃないですか。第7ラウンド、そして第8ラウンドと、放送席の2人はワンポイントずつ渡辺にリードを与えておりますが、今日のレフェリーはデイビー・パールさん、このレフェリーは採点をいたしません。 WBC のルールです。ジャッジがアメリカのデルガドさん、香港のギル・ホーリーさん、フィリピンのナダヤンさん、この3人のジャッジペーパーの集計によって判定に持ち込まれた場合には勝負が決まります。カウンターパンチを狙います。下がりながらカウンターを狙います。右側の挑戦者のソラノ、ドミニカ共和国が送り込んだチャンピオンへの資格、これまで世界チャンピオンを5人の挑戦でおります、ドミニカ共和国。現在 WBA のジュニアフライ級、フランシスコ・キロスという選手がただ一人のチャンピオンとして君臨しております、ドミニカ共和国。日本では向こう側チャンピオン渡辺二郎、ただ一人現在の日本のボクシング界であります。うまいですね、この辺ね、入れ替わりがいいですよ、はい、チャンピオンは。チャンピオン冷静ですね、原田さん。冷静ですね。でももう少しですね、本当にボディ打ちたいですね。やはりボディですか。ボディ打ちたいですね、はい、ストロークもね。今右を探って左でした、逆にボディ打ち返しますね、ちょっと。これもローブロー、ローブローの注意が与えられました。なにわの生んだなにわのチャンピオン渡辺二郎が今日は東京初見団、タイトルマッチでは初見団、しかしこの後楽園ホールのリングでは過去に3度戦っております。いずれも10回戦の試合でした。まあ、当時はまだまだ世界チャンピオンではありませんでしたので、お客さんからいろんなことを言われてちょっと参りましたということを言っておりますが、しかしもう今度は世界タイトルマッチ、そうなればどこにでもついてくる、ボクシングの大好きなファンの皆さん、これまでの世界タイトルマッチと同じ雰囲気で、今日は戦えますということを昨日の記者会見で話しておりました、チャンピオンの渡辺二郎であります。ダウンを全く喫したことがないという左側、向こう側に回ったフリオソトソラノ、今日の挑戦者。12回戦という長丁場、これもドミニカ共和国の国内の試合などで11戦を経験しております。さあこのラウンド10対10の互角で、チャンピオンの渡辺二郎に続いて現在世界タイトルに最短距離におります帝拳ジムの浜田剛選手でありますが、この試合を見ながら第8ラウンドあたりからペースをつかみかけてきたチャンピオン、スピードでは挑戦者を上回っている渡辺さんのことですから、このスピードを生かせば大丈夫でしょうと、余裕を持ってこの試合を観戦しております。残り3ラウンドになりました。 WBC 世界ジュニアバンタム級のタイトルマッチであります。橋田さん、はい、山下さん、リングサイドの記者席の今日のこの採点なんですが、リングサイドではわずかにワンポイントソラノがリードと、そして青コーナーのトーレスマネージャーも、ソラノがワンポイントリードしているのではないかと、こういう見方をしています。記者席もワンポイントソラノリード、そうです。これは、採点が非常に難しい試合ということが言えると思います。果たして公式のジャッジ3人はどういう採点をしておりますでしょうか。しかし渡辺はこれからが強いんです、これまで、この世界タイトルマッチ9連勝の中で11ラウンドテクニカルナックアウトが来ています。12ラウンド TKO というのが1つあります、さらに15回戦の WBA の時代には、チャベス6度目の防衛戦で15ラウンド TKO を記録しております。背中を見せているチャンピオンの渡辺、終盤に猛攻をかける、それがチャンピオンの持ち味でもあります。梨澤さん、はい、赤コーナーですがね、吉井会長にちょっと採点のことを聞いてみたんですがね、イーブンかもしくはワンポイントリードというふうに見てますね、はい、吉井会長です。吉井さんはワンポイントか、ワンポイントチャンピオンのリードか、あるいはイーブンという見方、まあ、お互いに両コーナーの見方が分かれております。
試合は第10ラウンドに入っております。残り2ラウンドと1分半。今日はね、非常にスラノがね、動いたりですね、急に打ちたりするもんでね、チャンピオンがね、自分のペースやっぱちょっと掴めないって感じしますね。まだ掴みきれていない、それと連打がやっぱりできない、足んないですね、ジロー君はね、中途半端で止まってしまうからどうしてもね、ボデボロってね、ボデボロ打たれたりですね、いやいや、あれが来るからね、これなんでしょうね、打ち合いにも決して、自分はへこたれない、どんどん自分向こうが打ち合ってくれば下がらないで打ち合いも挑みますと言っておりましたチャンピオンでありますが、ややこのラウンド手数が多い挑戦者。しかし右を返した。さあ得意の右の水平打ち、ジロー左の目の上がまた切れております。あーと右のストレート、血が流れているチャンピオン。チャンピオン苦しいか。チャンピオン右のストレート、右を返す挑戦者、相打ちですね。チャンピオン左のボディから右が返せません。チャンピオン右が返せない。よくソロのも下から打ってますよ、アッパーを、はい、チャンピオンの右、挑戦者の左。残り20秒を切りました。第10ラウンド、まだ動きが衰えません挑戦者。チャンピオンがロープに追い込むんでありますが、しかし挑戦者が打ち返してまいりますので、迂闊には出ていけません。チャンピオンの渡辺、ここで第10ラウンドを終了いたしました。このラウンド10対9、原田さんはソラノにワンポイントリード、そして小林さんは10対9と逆に渡辺にリードを与えており、番で見せました渡辺の左のストレートをご覧いただきます。この左、しかしこれは打たれてのけぞっているのか、それとも自らスウェーをしたんでしょうかね。スウェーしている時ですからね、これですね。だから銃のパンチがやっぱり銃効いてませんからね、流してますからね。さあ第11ラウンドに入ります。残り2ラウンド、アチアさん、青コーナーです。青コーナーではこのラウンド持っているものすべてを出せ、ゴーサインを出しました。ゴーサインということはナックアウトを狙ってくるか。挑戦者のフリオサとソラノ、29歳と1ヶ月、ね、はい、そのナックアウト狙ってきてですね、ジロー君がね、振ってくるところをね、チャンピオンが細かいパンチ入れたらね、簡単なっていい結果が生まれるんじゃないかと思うんですよ。逆にね、相手が攻めてくるといい結果が生まれる、チャンピオンとしては願ってもない展開になるかもしれないと。 そうですね、その代わり自分で下がっちゃいけないですよ、第3ラウンドに切りました。左の目の上、先ほどの第10ラウンドにちょっと血が流れましたが、今はまた止まっております。心配はないようです。チャンピオン距離を詰めます。右構え、オーソドックススタイルの挑戦者のソラノ。これまでにドミニカ共和国から来日した世界チャンピオンが2人、昭和43年にライト級のカルロス・テオクルス、これが辻本秀森選手と10回戦を戦っておりますが、完全に辻本選手を翻弄したテクニシャン。そして昭和51年にはジュニアフライ級のファン・グスマンがチャンピオンとして来日いたしましたが、ご承知のように具志堅用高選手にタイトルを奪われております。日本にやってきたドミニカ共和国の選手としては3人目。先ほど来から、ね、小林さん言われているように、ね、やはり今日、渡辺君バックステップするのが多いんですよね。バックステップでもその下がって、ね、入るならいいんですけどね、下がるパンチですね。そうなんですよね、そこをやっぱりうまく、ね、空のパンチをです、ね、嫌なパンチを受けてますね。おっと右バランスを崩した。今はバランスですね、はい、足が引っかかりました。左構えと右構えであります。おっ、右がありますが、右のアッパー、これはスリップダウンです。やはりその、渡辺君らしくないですね、エキサイトして ね、 そうですね、渡辺が思い切って踏み込めないというのは、あのアッパーカットがある、カウンターブローがある、こういうことがなかなか渡辺を思うようなペースに引っ込んでくれないんですね。さあ渡辺が追う、ここでやっぱりハエなんですね。あっと右カウンター、チャンピオンの動きが止まった。おお、こっから行かないといけないんですよね、下でね。チャンピオンの右をうまく外してますね、まあ、挑戦者陣営としては渡辺のこれまでの試合のビデオテープを探したんだけれども、ついに手に入らなかった、したがって、活字による情報だけで調べてきたと言っておりましたが、しかしなかなかよく研究しております。渡辺の右のフックをことごとくうまくブロック、あるいはパンチを殺しております。挑戦者のソラノ、第11ラウンド、このラウンドは渡辺ちょっと打たれております。時間はわずか、残り時間はわずか、第11ラウンド、相打ちですね。
さあこのラウンド採点はどうなりますか。原田さん小林さんともに10対9と挑戦者が取りました。いよいよ最終ラウンドを迎えます。両雄であります。右側チャンピオンの渡辺二郎、この試合に勝って V10 を果たすことができるか、一方初挑戦で初の世界タイトルをもぎ取ることができるか、挑戦者ドミニカのフリオソとソラノ。試合は残り3分です。さあいよいよ3分の争いになりました。放送席の採点も分かれております。小林さんはワンポイント挑戦者リード、原田さんはワンポイントチャンピオンリード。非常にこの採点は難しくなりました。さあここで渡辺が第11ラウンドの劣勢を跳ね返すことができるか。左のボディーブロー、ハイクムール、リング中央、両者足を止める。チャンピオンの右、チャンピオンの右、チャンピオン攻勢、振りを打ち返す。チャンピオン左から右、チャンピオン左。大歓声どよめく東京後楽園ホール。世界タイトルマッチは今日が初めて、東京で行う初めてのタイトルマッチ。チャンピオンの渡辺、さあ残り2分になります。右のストレート、ガクッと腰を落としたチャンピオン、逆に右を打ち返した。さあ挑戦者の動きが止まるか。あっと右を打ち返す、チャンピオン打ち合う、距離を詰める、チャンピオン距離を詰める。右のストレート、挑戦者チャンピオン右から左、右から左を打った後のもう一つの右の返しが今日は見られません。チャンピオン、チャンピオン右、チャンピオン頑張れ、ロープに追い込んだ。しかしついに反撃、挑戦者ボディーブロー、チャンピオン。またローブローの注意であります。対策注意を受けている挑戦者の菅野。さあ激しく打ち合う両者、交代する、激しく打ち合う、チャンピオン攻勢、チャンピオン攻勢だ。懸命に上体を曲げてこうしのぐ挑戦者、残り1分を切っております。足が浮いた、足が浮いた、挑戦者のチャン、足が浮いております。チャンピオンの強打爆発、チャンピオン攻める。さあここは攻め上げたい、チャンピオン攻め上げたい、チャンピオンの猛攻だ。打ち返します、空野も打ち返す。残り30秒を切りました。最終ラウンド残り25秒、互いに相打ち、残り15秒。さあチャンピオン猛攻を続けたい、勇敢ですね。すごい打ち合いですね。両方も勇気がありますね。しかしね、ここで最終ラウンド終了いたしました。10対9と渡辺が取りました。最終ラウンド原田さんは3ポイントリード、空の3ポイントリード、小林さんは、いや渡辺3ポイントリード、失礼しました。原田さんは、そうです、渡辺が3ポイントリードです。そして小林さんはワンポイントですね。渡辺の判定勝ち、10連勝なる、世界戦10連勝なる、渡辺判定勝ちであります。苦しい試合でありましたが渡辺判定勝ち、苦しい試合でした。それだけにこの挑戦者の空野の健闘が称えられます。しかし渡辺が勝ちました、はい、判定勝ち、見事に東京での初の世界タイトルマッチ判定勝ちを収めたチャンピオンであります。これで WBC のタイトル2度目の防衛に成功いたしましたチャンピオン、同時に合わせまして世界タイトルマッチ10連勝を成し遂げました。再びチャンピオンの腰に WBC の世界チャンピオンのベルトが巻きつけられております。勝利を得たのでよりチャンピオンになることを認定します。1985年2月10日、日本でただ一つの世界の王座を守りきりましたチャンピオンの渡辺であります。
WBC タイトル連続 KO 防衛は成し遂げられませんでしたが、このソラノを判定で下しております。ソラノとしてはやりきれない無念さの表情がありありとその顔に現れております。ただいまの採点の結果をお知らせいたします。ジャッジただや117対114渡辺、ジャッジジルフリー115対113渡辺、ジャッジデルガード120対113渡辺。ちょっと首をひねりましたチャンピオンの渡辺でありますが、ナダヤンジャッジが3ポイント渡辺、はい、デルガドジャッジが2ポイント渡辺、そしてギルホーリーが7ポイント渡辺リードであります。勝ちました渡辺二郎選手にはサントリー大塚製薬オートバックス全日空日清食品片岡物産東洋ゴムトヨタ自動車キャノン水野スポーツの各スポンサーから勝利者賞トロフィーが株式会社オートバックス住野俊夫社長から贈られます。またフリオソトソラノ選手には関東賞トロフィーが贈られます。さらに勝ちました渡辺二郎選手には主催者の日本テレビ放送網高知新聞社を代表して、日本テレビの中野光三常務取締役から勝利者賞が贈られます。大きなトロフィーを手にいたしましたチャンピオン。放送席の採点以上に大きな差がついておりました公式のジャッジペーパーでありました。それではお知らせの後、このチャンピオンに、まあ、苦闘の後を振り返っていただきまして、判定勝ちの勝利の喜びを聞いてみることにいたします。立ち上がりですね、我々ちょっと苦しそうだなという感じしたんですが、いかがでした？頭が低いですからね。で頭と手が一緒に来るので、はい、んで1ラウンドで切ってまいりましたからね。あ、そうですね。で頭を叩いてしまってね、左ストレートですから、ちょっと左が痛くて、まあこれは言い訳ですしね、やはりいろんな相手とやってね、またいい勉強にもなったし生き残りました。東京でね、初めての世界タイトルになりますが、やってみて今の気持ちはいかがですか？いや、リングに上がったらね、もうお客さんのことより相手のことしか僕は考えてないし、まあいい勉強になりましたね。そうですか。はい、もう一戦一戦とにかく勝っていきます、はい。今日の渡辺さんの攻撃、それから空野選手の守り、こういった点でいうとどうでしたか？ね、1回で切ってしまってね、ほんでこうやっぱりインサイドになったら、ね、強引ですしね、まあ、とにかくラウンドごとにスタミナをなくしていく感じは分かっていましたから、相手がね、はい、やっぱり後半勝負で、会場はね、とにかく後半勝負 で、まあ、8回ぐらいから徐々にいけた。ほんで10回でとにかくもう今で、まあ、イーブンぐらいから、でラストはね、もうこの回かなあかんとって言われてね、もうラストいったんです。もうラスト行かれたらもう負けてるんじゃないかなと思うね、自分の気持ちでおったんですけどね。そうすると渡辺選手の計算通り、作戦通りという感じですね。いや、技術ではね、もう全然悪かったんですけどね、まあ、ほんまにやっぱり練習してね、苦しい練習したから、やっぱりスタミナは僕の方でだいぶありましたね、はい、スタミナの点でやっぱり上回ってたと思います、はい。そうですか。これからの目標を一つ聞かせてください。もうとにかくね、やはりこういろんな世界にはね、変な相手がいてますからね、はい、やはり前回みたいにね、本当に綺麗に勝ったと思ったら、やっぱり今回みたいにね、こうやって苦戦もするし、ですけどこうやって一戦一戦頑張ってみます、はい、頑張ってください。どうもおめでとうございました。渡辺選手に伺いました。ご覧のように、公式の採点表を今ご覧いただいておりますが、2ポイント7ポイント3ポイントと、渡辺の3対0の完勝と言ってもいいのではないかと思いますが、